こんにちは、こんばんは、おはようございます。いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今朝ニュースに入ってたんですけど、千葉県警の捜査四課の岡田誠容疑者が逮捕されました。彼は2020年かな、8月、女性の都内の女性、千葉県内において女性のスカートの中を隠し撮りしたということと、また別の女性のトイレ内ですかね、盗撮をしたということで逮捕されてました。今回、彼のDNA と、過去の事件なんですが、2017年にあった千葉県内における集合住宅において刃物で脅し、女性に性的な暴力を、していた犯人の DNA と、今回捕まった岡田誠容疑者の DNA が一致いたしまして、本人は否認してますが再逮捕となりました。千葉県警の捜査四課ということで、普通に一般人がやるよりも、やっぱりこう法の下において正義を正さなければいけない方であるべき人です。警察、警部補っていうかね、警察官ということで、本当に、通常の罪よりも重いと思ってもいいと思います。刃物に盗撮ならまだ可愛げもあるけれども、盗撮された人の気持ちを考えると本当にいたたまれないものがあります。それがもしどっかの知らないサイトでも転送されてしまったらどうしようとか、そういうふうなこともあります。心の傷っていうのはね、すごいです。それも刃物に置いてですからね。本当にあってはならないことを警察官がしていたということですね。はい。で、今回の、千葉県警の事件を受けて、ちょっと私も本当に、思うのが、岩手17歳女性〇〇事件の、元警察官のジャーナリストの方ですね。千葉県内の駐車場、お寺の中の敷地内において、練炭で丸されてるんですけれども、それも不可解なことが多くなっていて、本当にそれを簡単に、本当に助手席に座っていたとか、普通自分が運転していてって言うなら、まあ場所にもよるんでしょうけど、運転席に座ると思うんですよ。助手席に座っていて睡眠薬も飲んだ状態でっていうことなので、これをね、簡単に片付けてしまう問題ではないと思います。そして彼が作っていたブログは不法に介入された何者かによって削除されています。もう準備はできているということだったんですよ。公開する準備はできているということだったんですけれども、削除されています。そこまでいろんなことを調べ上げてた人が丸するっていうことはないと思うので、その辺も千葉県警が簡単に
丸してしまった、丸だと判定してしまったことについて、ちょっと私としては納得がいかないものがあります。再捜査をお願いしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いいたします。本当にね、こう、字というふうな状態でいた人たちも、本当にこう、本当に字なのかっていうのが、わからないじゃないですか。闇に葬られてしまうわけじゃないですか。だから、本当にその辺を、きちんと調べていただきたいなと思います。私もね、ちょっとやっぱり、知り合いの方の、死を持って、